はい、レオンチャンネルです。今まさに怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャーの情報がいろいろ解禁されましたので確認しよう。キャストとかも今日ついに解禁なんすよ。で見ていくとロゴやっぱかっこいいね。でスペシャル動画があって、あ、やっぱりいきなり両方のレッドが対決してるっぽい。SPD みたいな後ろ姿に見えますけど、パトレンジャー。PR 動画があって、とりあえず、あらすじをもう、スーパー戦隊シリーズ史上初42作目はダブル戦隊。これじゃあ42、43じゃなくて、この2つの戦隊が42番目の戦隊ってことなんですよね。宿命のライバルが激突、悪の組織と三つどもえのバトル。2018年スーパー戦隊シリーズが偉大なるマンネリから脱却。いや、キューレンジャーでも十分マンネリから脱却してましたけどね。9人スタートですから。ダブル戦隊がお宝をめぐって火花を散らす。スタイリッシュな怪盗ヒーローとストレートな警察ヒーローが対決。1年通じて火花を散らします。要はもう1年通じて火花を散らすって言ってますから、半年後に共闘とか、なんか3ヶ月ぐらいになってナーナーで共闘とか、そういうことがないってことですよね。怪盗側のルパンレンジャーは義賊として民衆から英雄される3人組のヒーロー。いいね。過去に失った大切な人を取り戻すため戦いに身を投じてきます。一方、警察側のパトレンジャーは市民の正義と理想の未来のために戦う。こちらも3人組のヒーロー、職務として、そしてそれが人類の未来につながると信じて戦う若者たちです。2つの戦隊は嫌いの怪盗アルセーヌ・ルパンが残した宝物ルパンコレクションをめぐって激突。人類を繁栄させることも滅ぼすこともできる特殊な力を秘めたコレクションアイテムは現在異世界から現れたギャングラーの手に落ちており、コレクション回収をめぐってポリシーの違いから決して手を結ぶことができないのが怪盗と警察の宿命。6人の若者は互いに互いを宿敵であることを認めつつ、ある時は共に戦い、あ、行っちゃった。共に戦っちゃったもう共に戦っちゃったよ、あらすじで。ある時は銃を突きつけ合うのです。なるほどね。登場人物、ルパンレッド、おー、かっこいい。なんか P5、ペルソナ5の主人公見えたいじゃない。大胆不敵な食わせ物、何事も即断即決、ミスは切り替えの速さでカバー。こういう引っ張ってくレッド好きだな。ルパンブルーはクールな感じ、クールな腹黒ジェントルマン、穏やかな口調で毒を吐き、涼しい顔で危険な行動を取る。おー、いいね。ルパンイエロー、あ、これが元モームスの子だ。妹系のおしゃれガール、チーム最年少でマイペースだが実はテキパキとしたしっかり者。ルパン側いいな。パトレンジャー、あ、なんかお侍さんみたいな主人公。熱血ど真面目警察官、悪事は許さない、一度決めたらとことん突っ走る、融通が効かない系かな。この凛々しい顔、侍顔だね。あ、なんか逆にパトレン2号はお人よしで優柔不断なところがあるが褒められると伸びるタイプ現代的だね。そして、あー、なんかパトレン3号めちゃ可愛くない？クールビューティーなサバサバ系女性警察官、気が強く言葉遣いも男っぽいが可愛いものには目がない。そしてスタッフさんは、脚本は高村純子さんか。なるほど、ジュオージャーですね。まあ、ジュオージャーも面白かったですからね。ちょっととあの伏線を3ヶ月4ヶ月いきなり放置したりとか、あのジニス様の正体をよく目を凝らしたらジニス様の正体が分かったとか、若干細かいね雑さのところがあったけど、ジョージャも全体通しては面白かったですもんね。エグゼイドの高橋優也さんの戦隊の脚本とかも見てみたいですよね。スペシャル動画見よう、初めて見るよ。もちろん音と映像は流せませんので、概要欄にこの動画のリンクは貼っておきます。見まーす。スーパー戦隊シリーズ最新作。予告する。あ、ルパンレンジャーやっぱかっこいいな。ルパンレンジャー VS、VS パトレンジャー。あー、なんかルパンの宝物がアイテムっぽい。あの、デラックス玩具っぽい。ギャングラーに奪われた宝を。あ、怪盗チーム。コレクションを取り戻すことに命をかける。あ、ルパンレンジャー、このルパンレッドいいな。矢野帰り。ルパンコレクションいただき、ちょっと軽め。ルパンブルーはさすが、腹黒、クール。あ、ルパンイエロー、さすが、元モームスだから、あの体の柔らかさ。
なんかルパンレンジャー変身する代わりに何か約束をしたみたい。改造チェンジ、ブルー、イエロー、レッド、ああああ、こうやってこうダイヤル回して変身ね。怪盗チェンジ、あんたのお宝いただくぜ。そしてパトレンジャー、あ、すげえ、なんかいわゆる本当に戦隊だ。警察戦隊パトレンジャー、パトレン1号。あ、この真面目な顔いいな。警察だから、警察はやっぱみんな真面目そう。あー、見た目でも警察、あのパトレンジャーの見た目結構あの割り切った感じだね。おまわりさんってわかりやすい。おーおーおー、特撮もかわいい。あー、ロボ出てきた。あ、早速ロボが戦ってる。毎週がデラックスなスーパー戦隊が誕生、ルパンレンジャー VS パトレンジャー。わーやーば、超楽しみなんだけど。あ、ロボシンプルめかな、なんか体型が。でもロボの感じ見るとやっぱり前に見たデラックス玩具が合体するっぽいっすね。いや、予告、まあ、スペシャル動画っていう告知予告動画みたいな感じになってますけど、超楽しそうなんだけど。そしておもちゃ情報も更新されてる。デラックスビークルシリーズ怪盗合体デラックスルパンカイザーセット来た。これだ。前は合体状態が公開されておりませんでしたが、結局どうなんの？グッドストライカーというロボのベースパーツを使うことで、計4体合体だ。ここのベースがグッドストライカーで、あとはレッド、ブルー、イエローのダイヤルファイターがつくと。おー、なるほどね。ルパンカイザーに合体せよ。あー、すごいすごい。でもやっぱり細めかな、割と。4体合体だもんね。で、さらに、あ、やっぱりね、今予告を見てもロボの感じが似てるかなと思ったんですけど、こっちもグッドストライカーを使うんだ。あ、でもグッドストライカーの形状が違うから、グッドストライカー自体が変形するって感じなのかなって書いてあるね。グッドストライカーが2モード変形するから、トリガーマシンモードにすると、というかパトレンの方はトリガーマシンモードで多分グッドストライカーが登場して、でトリガーマシン123が合体することでロボ状態が完成すると。単純なマシンの見た目で言えば、パトカイザーよりさっきの何だったっけ、ルパンカイザーだったっけ、ルパンカイザーの方が僕は好きだな。ただルパンカイザーの方のこのグッドストライカーはダイヤルファイターモードが標準と。はあ、なるほどね。とりあえずグッドストライカーは2個買いだな。同時にね、ロボを存在させようと思うと2個買う必要がありますよね。まあでもロボ造形とかは結構特殊だな。全体的にでも細め、単純にはかっこいいって感じじゃないっすよね。で、下半身とか一緒ですもん。だってここがヒンジになってて、このパネルが展開した状態が黒シルバーのこの見た目で、さっきのルパンカイザーだとここのパーツが展開してなくって赤赤になってますから、こういう感じなんだね。とりあえずおもちゃ情報も更新されておりますし、あ、デラックスオーブカリバーをご購入いただいたお客様へ。あー、前僕が動画に出したオーブリングとオーブカリバーがうまく連動しないっていう人が多いですよって言ってた動画に関してかな。あ、あれは結局じゃあオーブリング側じゃなくてオーブカリバー再販の方の、てかオーブカリバーって再販してたんだ。12月生産分のオーブカリバーが NFC データが要は良くなかったってことね。で、オーブリングと連動しないと。あ、なるほどね。オーブリングじゃなくてオーブカリバー側だったんだ。NFC タグデータ書き換えのご案内。はあ、一応このページも貼っておきますが、デートコードを見れば不具合品かどうか分かると。ほう、やっぱりそういうお声が多かったんですね。でもオーブリングじゃなくてオーブカリバーだったのは意外。デラックスグッドストライカーのことも書いてあります。怪盗と警察2モード変形、ダイヤルトリガーで操作、セリフを喋る。楽しみだな。でも怪盗チェンジとか警察チェンジのモーションとかがかっこよかったっすよ。とりあえずこんな感じでルパンレンジャーとパトレンジャーに関していろいろと情報更新が来ておりますので、概要欄にリンクを貼っておきますから、詳しい情報はそちらからご確認ください。以上、レオンチャンネルのルパンレンジャー VS パトレンジャーの最新情報確認動画でした。